はい、こんばんは。新州読書会の宮沢です。今日もツイキャスをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。昨日はちょっとお休みさせていただきました。なんかやっぱり一昨日2時間半ぐらいツイキャスやったら、その後お酒をいっぱい飲んでしまって、ちょっと二日酔い気味だったんで、お休みしちゃいましたけども、今日は体力回復しましたんで、張り切ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、寺澤さん、こんばんは。今日も別にテーマを決めてないんで、まあ何か皆さん書き込みあれば、お話ししたいと思いました。あ、あとメールもいただいてるんで、メールもご紹介させていただきながら、なんかお話ししていきたいと思います。あ、バンさん、こんばんは。デュシャンさん、こんばんは。さくらさんもこんばんは。トラ。今日ちょっと最初にお話ししたいのは、最初に、まあ、いくつか、まあ、話すことあるんですけど、おとといですよ、私、まあ、たまに BS の、ニュース見てるんです、朝ね。たら、プーチンが沐浴してるニュースが流れてて、その話をね、最初にちょっとしたいかなと思います。まあ、別にどうっていうことはある話じゃないですけど、ニュースの方はちょっと今、ツイキャスの方にあったんで、まあ、ツイッターの方でもツイートしてあるんで、まあ、見てもらえばと思います。どういうことかというと、まあ、ロシア正教なんですね。で、ロシア正教とカトリックとプロテスタントの違いが多分皆さんわかんないと思うんで、コサインさん、こんばんは。ポポさんもこんばんは。まあ、ロシア、西ローマと東ローマで分かれたんですね。西方教会と東方教会で分かれてるんですね。で、杉山さん、こんばんは。山田さんも、こんばんは。ゆきさんもこんばんは。ゆきさん、今日昼間、ちょっと私 聞きそびれちゃったんですけども、高橋さんとコラボキャストをやっておられて、なんか意外な組み合わせでびっくりしましたけども。ちょっと途中まで聞かせていただきました。なんかね、いろいろ宗教と科学の話をされてましたんで、まあ皆さんもよければ、岡山読書会のゆきさんのね、キャス、録音アップされてますんで、聞いてみてください。高橋さんもちょっと私もしばらくご無沙汰なんですけども、またね、ゆき先生宣伝してっていう、寺澤さんおっしゃってますけど、宣伝していただければね、まあ不定期で、気まぐれキャスですからね。有 機の気まぐれキャスみたいな感じでね、やられてますんで、まあ皆さんよければ、まあ録音の方で聞けますんでね。私、スエツムハナの話、すごい面白かったですね。勉強になりましたね。有機先生のスエツムハナの話はね。常陸宮っていうのは、皇室の人だったんですね。で、それが亡くなってから、スエツムハナが、まあ、零落していくと。で、たまたま、だからあれですね、太夫の女房が手引きしてくれたから、末摘む花の生活が向上したんですね。で、源氏が流されて没落した後も、一緒に没落してたわけですね。でも待ってたんですね、ずっとね。その待ってたってね、アミンの曲じゃないですかね。私待つわ、いつまでも待つわって歌いながら待ってたんですね。また、ね、ボロボロになった末摘花の家を発見して、なんか見覚えがあるなと思って入ってったら、待っててくれたっていうね、そういう伏線になってるって話を聞きました。私途中までしか読んでなかったんで、ああ、そうなんだと思って、そうなると末摘花っていうのはすごい女の人だなと思ってね、待つってことに関して愛するという技術じゃないですけどね、エリヒ・フロムの信じて待ってたってことですね。なかなかそこまでの信念持ってないですよね。そういうことが書いてあるってことですね。だからすごいなと思いました。だから女性に人気があるんでしょうね。末摘む花。まあ私もちょっとそこまで読んでないんで、まあね、1日2章、1章ぐらいずつは読めそうなんで、一応ね、もみじのがでしたっけ？は読んで、まあこれもすごい話でしたね。もうほとんど話すと下ネタにしかなんないような話なんですけども、
またちょっとそのもみじの川は明日お話ししたいかなと思います。源氏物語のキャラクターを一人一人解説していただきたいぐらいですね。そうですね。結城先生の解説はすごいいいですよ。ちょっと私の見るポイントと違うところで解説してくれるんで、すげえ、なるほどと思いながら聞いちゃいましたけどね。面白かったです。まあ、もう毎日解説してほしいと思います。またね、結城先生の声が癒し系なんですね。この癒し系の声だっていうことに一緒に喋ってる時にあまり気づかないんですね。なぜかというと、私が喋ってて、私の喋ってることにすごい集中してるんで、あまりゆっくりこう、味わうってことができないと。だって結城先生のキャスね、客観的に聞くとね、すごい、癒しの効果があるなと思ってね、思いました。一緒に喋ってると 喋ることに集中しすぎてね、聞いてる方のことばっか考えちゃってんで、番組の進行と構成ばっか考えて喋るんで、全然こう、なんていうんですか、もう別のこと考えながら喋ってるんですよね。だから癒されるとか全然ない ないんですよ、実はね。っていうのがあって、まあ全然違うもんだなと思ってね、びっくりしました。ウィスパーボイス、ありがとうございます。で、さっきの、だからぜひね、続けて、まあ、私も放送しながら、何も出ないですよ、今、お茶とかください、お茶。お茶10連発が 送ってくれれば 森、白熊走らせるみたいなね、星の王子様みたい、そうですね、本当に、トゲしかないのかと思ってね、虎にでも食われればいいのにと思ってたんですけど、そんなことないですか 思いましたよ。ね。ということです。で、さっきのプーチンの話に戻ると、これ、まあ、ウィキペディアに書いてあったんですけども、まあ、新元祭、高元祭っていうのはカトリック系の言い方ですね。で、何のお祭りなのか、なんで沐浴してるのかってことですね。なぜ沐浴してるかっていうと、これはマルコ福音書、私も解説したんですけど、イエスっていうのはユダヤ教徒なんですよ。ユダヤ教徒として洗礼を受けたんですね。で、なんかヨルダン川で沐浴して、ヨハネっていう預言者がいるんですよ。で、この人から洗礼を受けたんですね。だからユダヤ教徒になる儀式なんですね、あれね。元はね、沐浴っていうのは。これが高原祭とか新元祭。ロシア語で言うと、バガラベーニエって言うんですね。バガ、ボゴ、ボーグっていうのは神って意味なんですね。確かそうです。昔ロシア語やってたんで 思い出すと。新元祭とか、だから神が現れるってことですね。ギリシア語ではセオフォニア、セオフォニー、エピファニーってありますね。エピファニーって権限っていう言葉、エピファニーって何ですか？何でしたっけ？なんか、エピファニーって言ってた作家がいますよね。何でしたっけ？ジョイスか。ジェームス・ジョイス。エピファニーはただ現れるっていう意味なんですけど、セオフォニーっていうのは神が現れると。なんで神が現れる？まあ、沐浴して洗礼を受けると、洗礼を受けることを神が現れるっていうふうに言うんですね。この祭りで記憶される内容は以下が挙げられる。本来洗礼を必要としない真の神であり真の人でもあるイエス・キリストは謙遜によって洗礼を受けることで人々に洗礼を受ける模範を示した。まあ模範を示したってことですね、イエスがね。洗礼なんか受けなくても神であり人であるんですけども、まあ、わざわざ洗礼を受けたんですね。まあそういうことで、まあでも初めてプーチンがわざわざですよ。まあ、毎年やってたらしいんですけども、川、マイナス6度の中ですよ。みんな入ってんですよ、川の中。他の人ももう子供からおじいさんまで。ね。もう、クソ寒い中ですよ。お湯じゃねえや、川に入るんですね。そういうことやってですね。お茶爆ありがとうございます。僕はガンジス川で沐浴して大事故に遭遇しました。どんな事故なんですかね。下痢が止まんないとかですかね。
なんか 大丈夫ですかね。危ないですよね。なんか、たくさん、なんか 危ない菌が、ね、入ってそうですけども。ということだそうです。で、だからなんでプーチンがわざわざそんなんみんなに見せることに、なんか結構体は締まってましたけどね、ブヨブヨはしてなかったですけども。なんか特別の羊の皮で作った、なんかね、特別なプーチン仕様のかっこいいコート着て現れて、おもむろに脱いでね、入ってましたけどね、なんかね、なんか、まあ、こういう言い方するとまた問題があるけど、なんか熱湯風呂を 思い出させるものがありましたね。なんかあの熱湯風呂がなぜ好きなのかっていうと、なんか沐浴に似てるからなんですかね、あれね。なんか儀式的な感じがしますけどね、あれね。そういうこと言うとまあ問題ですけども、まあでもね、プーチンが入って、なんかね、他のところではね、なんかアヒルに襲われるとかね、あの沐浴してたらアヒルが住処としてるところで沐浴するからね、アヒルが追ってね、人を襲撃するとかね、あの ツイッターで、ね、ニュースで流れてましたけども、まあでもああいう形で、まあ、やるわけですね。まあ、だからあのプーチンっていうのはね、結構そのロシアをまとめる上で、そのロシア正教と仲良くすると。共産党時代はロシア正教っていうのは全然蚊帳の外に置かれてましたから、まあみんな信仰はしてたんですけども、佐藤勝さんが言ってましたけど、まあお年寄りは行くわけですね、教会に。だからみんなロシア正教、まああれですよ、まあお年寄りだけは行くっていうのは、大体ソルジェニーツィンのあのね、マトリョーナの家とか見てるわかりますね。結構信心深いわけですね、イアン・デニーソビッチもそうですけども。で、まあ実際は信心深いけども、でも共産党のね、人たちが見張ってて、若者が教会に行くのはまあやめといた方がいいんじゃないのと。まあなんか監視されてるからなかなか行けないと。で、年寄りはね、別に年寄りの信仰の自由を奪うわけにいかないんで、まあ年寄りだけ拝んでたって話なんですね。まあその話はよく書いてあるのはあれですよ、動物農場にね、カラスが出てきますよね、ロシア正教の。比喩だっていうカラスのなんとかっていうのが出てきますけど、まあ、しばらくいなかったんですよ、ナポレオンとスノーボールが喧嘩してた時ね。で、ナポレオンがそのね、独裁体制を敷いてからまた戻ってきて、里山にはお菓子が、死後に里山に行けるよって言って言い出すっていうことですね。 で、そういうことが描かれてましたけども、ということですね。インドではトイレの普及率が5割しかなくって。まあ、でも、沐浴してんですね、ガンジス川でね。あれも宗教的な意味があると。まあ、すごいですね。インドに行くと、やっぱり、すごいから、すごいってね、聞きますね。三島由紀夫さんがインドに行ってね、すげえ衝撃受けたって言ってましたね。何でしたっけ？スラムドッグミリオネアっていう映画ありますよね。アカデミー作品賞から取ったやつ。あれを見ると分かりますよ、インドの過酷な生活が。私もなんか DVD かなんかで見ましたけど、まあね、物乞いするためにわざとなんか体を傷つけるっていうかね、子供たちがね、そういう話が書いてありました。それでなんかクイズ番組に出て、ミリオネアに出てなんか優勝するみたいなね、話でしたね。ちょっと途中から最後の方何の話だったか よく覚えてないんですけども、なんかまあインドの過酷な生活みたいなのは、子供のサバイバルみたいなことが書いてありましたね。まあよければ皆さんも見てみてください。ああ、そうだ、おととい、そういえばバルタザールどこへ行くっていう映画が BS でやってたんですよ、夜中に。私気づかなくてですね、最後の30分しか見なかったんですけど、ロベル・ブレッソンって人が撮ってんですけどね。なんかあんまビデオ化されてなくて、まあ、たまにね、なんか NHK とかね、ブレッソンの作品ね、夜中とか急に放送してることあって。まあね、なんか結構シュールなんですよ。宗教的なこと書いてて、なんかね、ロバが主人公みたいな、話でね。アンヌ・バムゼスキーでしたっけ？最近亡くなった女優がね、主人公で出ててね。なんか全然ね、あれなんですよ。もう、バッドエンドで、すごい悲しいんですよ。何の話かわかんないです。後半30分見たら、どんどん悲劇的なことを、起こって、突き放して終わるみたいな話なんですけどね。
なかなか面白かったですけど、まあ YouTube で探せばあるんでしょうけどね。まあバルタザールっていうのね、あれ東方三賢人のなんか一人ですよね、確かね。バルタザールっていうね、小説があるんですよ。アナトール・フランスの。東方三博士ってイエスが生まれた時になんか学者が来るんですよね。なんか 贈り物持って。なんかマタイ福音書の最初の巻が書いてありますけどね。アナトール・フランスが、バルタザールとかいう小説にしてですね。まあ面白かったですけどね。まあ、衝撃的なオチってことですね。イエスのとこに行くためにこの人たち準備してたんだって。なんかよくわかんない話だなと思ってたら、聖書の最初の方の話だったんだみたいな話になって、確かそんな話でしたけどね。芥川龍之介が読んですげえ感激して感想を残してましたけどね。あ、なおちんさんもこんばんは。ということです。だからまあ、ちょっとしたニュースでもね、やっぱりキリスト教のこと知ってると、ああ、なんかプーチンが沐浴するんだとか、じゃあ沐浴って何の意味があるんだろうって考えると、イエスがそのヨハネに洗礼を受けてユダヤ教になった時の沐浴なんだと。まあ、その後ユダヤ教から分派してね、キリスト教を作っていくっていう、その話の流れの中にある話で、まあ、いまだに、まあね、本当は政教分離だとかね、日本じゃ厳しく言ってますけども、まあ日本だとね、なかなか、まあ首相が靖国神社に行くと、まあ国際的な非難を浴びるんで、いけないっていうのはありますけども、まあ閣僚首相クラスはいけない。まあ普通の議員とかは行ってますけどね。まあだから、ロシアで言えばね、まあ日本の靖国神社参拝みたいなもん、まあそこには近くないか。まあロシア正教とそのロシアの国家っていうのの関係が今、すごい密接になってきてるってことですね。共産党っていうのは無神論ですから、まあ宗教っていうのはまあ、何ですか、まあ民衆のアヘンだって マルクスが言ったような感じですね。まあイデオロギーから宗教なんかいらないってことですよね。で、ずっとロシア正教はまああるけど年寄りのもんだってことで、まあ放置されてたんですけど、今になってね、まあロシアに戻ったってことですね。だからまあ、皇帝のいないロシアになって、まあ、プーチンが皇帝みたいになってるってことですよね。皇帝とは言わないですけども。で、結局、ロシア正教を、まあ、沐浴したりして、まあ、そのロシアにいるお年寄りとか、まあ、敬虔なロシア正教っていうのは、まだ田舎の方にはいっぱいいるわけですよ。ね。日本に、まあ、日本人の、ね、田舎の人はみんな信心深いのと一緒で、一生懸命お仏壇、大きなお仏壇をお参りしたりね、近くのお宮をお参りしたりしてるのと一緒で。まあそういうとこ、まあ大統領選が来年あるらしいんで、まあその、なんていうか、政治的な意思の表現としてね、沐浴を公開するってことですね。公開して私、ロシア正教とですと、いうことを言ってると。それがやっぱり、まあ、政治的な意味があると。だから宗教と政治がだんだん離れなくなってきてるんですね。もうどん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 、まあ今ほら、国際的にね、勢力均衡になってきてると、グローバリズムが後退してきてるんで、そんな人権だとかね、何ですか、デモクラシーとかじゃないと、もっとなんか宗教的な意志みたいなもんで国をまとめていこうっていう、まあ雰囲気に全般的になってると。それがまあ国際的な右傾化っていうかね、なってますよね。メルキオール、バルタザール、カスパール、ああ、そうです、そうです。なんかそういうのあるんですよ、東方三博士とかね。んなことを思いました。だからまあ、ちょっとしたニュースでもちょっと背景が分かってると、なんだろうってね、ちょっと興味が湧いてくると。まあそういうのをなんかテレビじゃ説明してくんないですからね。なんかプーチンがなんか沐浴して、なんか面白いなこの人みたいな感じですけど、あれはもうかなり政治的な意味があると。ロシア正教徒からすれば、なんか、いや大統領やっぱあれだなって、あれだなってね。だから、田中角栄さんとかって、結婚式とかには別に出なくていいって言ってたんですね。墓参りだけはしろと。だから、その支援者の墓参りとか葬式とかは必ず駆けつけるわけですね。そっちの方が全然重要だってことですね。死者に対してあげられることがたくさんあると、それはやっぱり、その遺族の人たちの心には響くってことですね。ということですよ。だから、その、結婚パーティーとか、そう、結婚式とか行くとか、誕生日会とかなんかやったって意味ないって、ね、
田中角栄さんの本に書いてありましたけど、お葬式だと行かなきゃいけない、お葬式だと、お葬式だったらすぐ駆けつけると、お世話になった人ならなおさらすぐ行って、それがやっぱりなんか、まあ、政治活動って言っちゃおかしいですけども、やっぱりその有権者の心を打つっていうか、まあ、信用されるっていうのはそういうことですね。お葬式に駆けつけるとお世話になった人が、信頼関係ってそういうことだってことですね。なんだと思いますけども、まあ、政治の世界ではそうだってことですね。だと思いますよ、私も。まあ、一般の人が、まあ、必ずしもお世話になった人のお葬式に行くかどうか、まあ、それは人それぞれですけども。政治の世界でやっぱり、まあ、自民党のその、なんですかね、その形成会、田中派の人たちはやっぱお葬式にすぐ駆けつけるっていうか、そのすぐ駆けつけるってことですね。何かあれば、お葬式があればすぐ駆けつけると。奈良山武士講だとね、奈良山さんに謝るぞとか言ってね、裏切り者が出れば裸足でとにかく出て、棒を持って出てかなきゃいけないと。出てかないと、その人が袋叩きにされるってことですね。それに近いですよね。お葬式に行かないやつは後で袋叩きにされるみたいですね。共同体ってそういうことですよ。お葬式の時にみんな、まあ、なんだかんだ言ってもね、村八分とは言ってもお葬式には出れるんですから。消防活動とお葬式には村八分にされてても、出なきゃいけないってことですね。それが共同体だと。こういう、もう目に見えない、論理が、まあ、あるということですね。そんなこと思いました。だからその、ね、だから公言祭だって言って、沐浴した姿を見せるのはね、奈良山さんに謝るぞって言って、裸足で棒持ってね、天屋のところに出かけてくるのと、まあ、意味としては似てますよ、おそらく。同じ共同体構成員なんだと。いうことを、まあ、行動でアピールみたいな。とこですね。そういえば、西部進さんがお亡くなりになられちゃったんですね。私、さっき、ネットつないだら見たら出てましたけども。まあね、思い出したのは江藤潤さんが亡くなった時のことを思い出しましたけどね。私、大学生の卒業する頃でしたね。江藤潤さんも、自裁って言った方がいいのかね、自死されちゃったんですけどね。まあ、それと似た感じがあるんですけどもね。まあ、なんですかね。っていうか、まあ、江藤潤さんの著作ももう今あんまり読まれてないし、影響を受けた人もだんだんいなくなっちゃってますよね。なんか西部進さんも、ちょっと著作が残るって感じはしないですよね。まあ、保守言論人だったとは思いますけども、私は読まないし、興味もなかったんですけど、まあ、亡くなったっていう話を聞けばね、まあでもなんか一時代終わったとも思わないですけども、まあご冥福をお祈りしますとしか言わないですけども、まあなんだかなって思いましたけども。そう、あとメールいただいたんですけども、電車の中で出産した事件っていうか、まあそんな悲劇的な事件じゃないですけど、まあちょっと読み上げますね、ニュース。その話についてしてくれっていうメールいただいたんで、まあ、ちょっと私がよあのそれを読んだ時にっていうか、感じた感想だけ、まあ、簡単に、ご紹介したいと思います。今貼り付けるんで。これ朝日新聞の、まあ、ネットの記事ですね、読み上げます。まあ皆さんもどんなことを感じたか、まあ、書き込んでいただければあれですけども。発車しないで隣の女性が破水ホームに出て叫んだ。朝日新聞。電車で隣に座っていた女性が産気づき破水した。19日、千葉県内を走る、JR 常磐線で乗り合わせた○○さんがとっさに対応し、車内で生まれた女の赤ちゃんを取り上げた。自らも5人の出産経験がある○○さんは無我夢中で勝手に体が動いたと振り返る。女性が産気づいたのは19日の午後1時半ごろ。電車が松戸駅を発車してすぐだった。日暮里駅で多くの乗客がおり、車内はさほど混雑していなかった。○○さんは都内の病院から外泊許可が出た4男を連れ、
茨城県の自宅に帰る途中、優先席に座り、膝の上で四男を寝かせていた。すると、隣の女性が気になり、目を向けると、目を顔を赤くして手すりにつかまっていた。大丈夫ですか？声をかけると、女性から思わぬ返事が来た。陣痛が来ちゃいました。松戸駅から次の停車駅の柏駅まで約8分。女性のお腹を触らせてもらうと、まだ張っていない。3人目なんです。柏で降りて病院に行きますなどと話もできていた。ところが、柏駅に到着する頃、女性は座っていられないほど苦しみ出した。腰を押さえるように体を反らせ、言葉を絞り出した。破水しちゃいました。崩れるように隣に座る女性、四段の着替えと一緒にバスタオルを持っていた丸々さんは、その一枚を取り出し、女性の体の下に敷いた。別のタオルを近くの女性客にも渡し、周りから見えないように持ってもらった。電車が柏駅のホームに滑り込むと、丸々さん一旦ホームに出て、発車しないで止めてと叫んだ。すぐ車内へ戻ると、バスタオルの上で横座りしていた女性はもうダメですと言った。最上さんは覚悟を決めた。元看護助手だが、お産に立ち会ったことはない。ここで生まれるんだ。なんとかしないといけない。5人を産んだ経験が背中を押した。もう生まれると女性が言うと、赤ちゃんの頭がポンと出てきた。丸々さんが慌てて頭に手を添えると、体もするりと続いた。駆けつけ隊員から毛布をもらい、くるんで抱き上げると、赤ちゃんは手足をバタバタさせて、おぎゃーと声を上げた。生まれましたよ、元気そうですと伝えると、女性はほっとした様子でうなずいた。丸々さんは難産が多く、出産に34時間かかったこともある。電車内での出産だったが、思わず女性に安産でよかったですねと言葉をかけた。座席に座らせた四男は黙ったまま出産の様子を見つめていた。やがて救急隊員が到着し、母子を病院に搬送した。電車が走り出してしばらく経ち、女性の乗客が拭いてくださいとウェットティッシュを渡してくれた。初めてジャンパーが羊水まみれになっていることに気づき、自分が赤ちゃんを取り上げたんだと実感した。自宅に到着し、長女の〇〇さんに話すと、5人も産めば次は取り上げる側になったのねと冷やかされた。〇〇さんはこう話す。お母さん自身が冷静でいてくれたから、私も取り上げることができました。尊敬していますということです。まあ、こういう事件があったと。私、これを読んでね、最初に思い出したのが、あれなんですよ。夏目漱石の道草を思い出して。道草もですね、夏目漱石自身の体験、おそらくそうだと思うんですけども、奥さんが産気づいちゃうんですよ、家でね。で、産婆さんが来ないんですよ、なかなかね。で、来ないから、しょうがないから、その主人公の賢三が取り上げるんですね。で、そういう話だったんですよ。で、旦那さんがね、もう間に合わないから、産婆さん読むの自分で取り上げたって話で、男の人が取り上げるってことですね。いうことを思い出しました。まあ、それと比べればね、もう3人、でも2人産んでる女性ですから、まあ、電車内でね、よく機転が利いて、隣に座ってた人が覚悟してね、全然見ず知らずの人ね、取り上げてくれた。これはすごい話だし、まあ、奇跡的ですよね。たまたま乗り合わせてね、まあ、よかったなとは思います。でも、漱石の道草に書いてあることの方がインパクトがあって、何がすごいって、だから奥さんと仲悪いんですよね。仲悪いけど子供ができちゃって、5人目で、まあ、確か娘ですけどね。でも奥さんもなんかもうずっとヒステリー状態ですね。夜中なんかカミソリ持って立ってる時あるんですね、廊下にね。で、なんかもうあれです、門の宗助と米の、まずかなり先みたいな話で、そんな中産気づいて、で、まあ賢三はいつもイライラしてるから、なんかそんな産気づいてるからどうだとか、もう全然お構いなしだったんですけど、まあ、でもしょうがないから自分で取り上げるって話があって、そんなことが書いてあるんですよ、小説の中にね。それを思い出して、まあ、思い出しちゃいました。まあ、なんか漱石の書いてることの方が私ちょっとインパクトがあったんで、まあ、この話をね、まあ、確かにいい話だなとは思うんですけども、まあ、良かったなと思いましたね。前はね、だって以前ニュースで、解説というかね、河原でね、子供が埋められてるのは散歩中の女性が見つけてね、助けた事件ありましたよね。そしたらもう、自分でね、お母さんが子供を産んで、
まあ育てらんないからって言って埋めちゃったっていう事件がね、去年の夏にあったんですよね。夏ですよ。で、1ヶ月後ぐらいにお母さん捕まっちゃってましたけど、まあそんな風にならなくて、そういう赤ちゃんもいるしね、電車の中でこう隣に座った人に取り上げられる赤ちゃんもいるし、父親自身が取り上げる赤ちゃんもいるし、まあいろいろあるなと思いましたけどね。寺澤さん、ある国際線で出産した女性とその子供は、その飛行機会社のフライトが一生無料だそうです。そんなのがあるんですか。まあだからね、まあ子供が生まれるっていうのはね、なんていうか、最高の、あれですよね、人生の肯定形式っていうか、生の肯定形式だと思いますよね。生まれてくるってことはね。ということですよ。ということですよって、なんていうか、まあ、産んだお母さん誇らしいっていうことは、これね、ショーペンハウエルが言ってるんですけどね。まあ、よくね、皇后は主として男子の仕事である、妊娠はもっぱら女性のことであると。子供は父から意思と性格と母から知性を受け継ぐと。知性は救済の原理であり、意思は束縛の原理であるって、これショーペンハウエルの言葉があるんですけども、ショーペンハウエルの自殺についてっていうエッセイ集があるんですね。岩波に入ってるんですけど、これ別に自殺について書いてるわけじゃないんですよ。生きるとはどういうことかってことについて書いてて、後半の部分にその妊娠とか出産っていうのは何なのかっていうことをね、結構詳しく書いてるんですよ。で、なんでこの事件がニュースになるかってことですね。子供が電車の中で生まれるって、別にもしかしたら、まあ、そんなに、ニュースバリューとしてはないかもしれないですよ。だって子供なんかそこら中で生まれてるんですから。だけども、なんていうか、何が、まあ、生み出すっていうかね、なんか、なんていうんだろうな、私もちょっとうまく説明できないんですけどね。まあ、なんだろうな、なんか認識させられるってことですよね、何が生まれてくるってことによってね、我々がね、なんか気づかされると。ああ、いうことですね。認識に光を当てるっていうんです、赤ちゃんっていうもの自体がね。まあ、そういう部分もあると思いますよ。ほんで、生まれた途端すぐ埋めちゃうケースもね、まあ、去年の8月にありましたけども、まあ、こうやって電車の中で生まれて、まあ、取り上げられる子もいるし、まあ、なんかやっぱり、まあ、人間の力の及ばないところにあるもんだとは思いますけども、その子供が生まれるってこと自体ね、まあ、そこに、まあ、自然と人為の対立っていうかね、人為っていうか、まあ、人工的なものと自然の対立で、まあ、コントロールが効かないってことですね。病院で産めばいいって話なんですけど、病院に行くのに間に合わないと急に生まれてきちゃうから、だからコントロールできないものとしてありますよね。そういうことを感じさせると、まあ、はっと気づかされることが、まあ、あるってことですね。親子皆無事で何よりです。そうですね、よかったですね。まあ、3人目だから良かったんでしょうね。これ、ウィザンだったら、まあ、ウィザンだったら、まあ、病院に行くまで、そんな簡単にね、出てこないでしょうけども。出てこないっていうか、出産も大変でしょうけどね。3人目だから、電車の中で出産できたっていうのは、あると思いますけど。ということですね。まあ、考えさせられるとこがあるっていうか、考えさせられるとこがあるっていうか、まあね、メールでいただいたのは、その運とか、なんていうか、超自然的っていうかね、まあ、たまたまそんな隣に5人も出産した人がいるってこと自体のは奇跡ですねって、人間の運命ですねっておっしゃってメールいただいたんですけども、まあ、良かったですね、隣の人がね、そう決断してくれて、手伝ってくれたと。自分も5人出産してたから、私が取り上げるしかないと思ってくれたんでしょうけども。まあ、手伝ってくれたってことですね。で、何の力が、何の因果で隣に座ったんだか分かんないけども、そういう因果の巡りがあるってこと自体は、赤ちゃんが引きつけたのかもしれないですよね。生まれたいから、
子に出産経験のある元看護助手の人ね、引きつけたっていう考え方もできるかもしれないですね。目に見えない力で呼んできたのかもしれない。それは神の力が働いたのかもしれないし、まあよくわかんないですけども、と思えばそうだし、単なる偶然だと。まあそれを偶然と見るかね、何がの力によって引きつけられたかと見るかの問題ですよね。だからこのね、2つで分かれるんですよね、人間というのはね。だからその偶然居合わせると、だからよくルソーの一般意志の話、私よくルソーの著作をね紹介しながら言うんですけども、たまたま居合わせたってことですよ、電車の中にね。でたまたま居合わせたのは一般意志だって言ってるんですよ。なんか一般意志ってのは働いてんだと。それはもうこれから生まれてくる人との間にも偶然が働いてるんだ、赤ちゃんとその看護助手の女性の中にも一般意志があるんだと。まあ、高速道路の玉突き事故みたいなものでたまたま電車に乗り合わせると。でそういうことを思って、一般意志だと。で神の意志だって言わないですね。神の意志だって言ってローマンキャソリックに全部回収されてっちゃうから、人間には人間でそういう一般意志があると。で一般意志ってものが人間の世界のルールを作ってんだと。法律の権限というのは一般意志にあるんだって言うんですね。そういう哲学的な話を。だから我々はみんな電車に乗り合わせてんだと。でたまたま隣の人がね、産気づけば隣の見ず知らずの人は取り上げるってことが起こるってことですね。でなぜそんなことが起こってしまうのかっていうと、それは哲学的に、政治哲学で言えば一般意志が働いてるから取り上げるんだと。電車の中にいるんだと。多数決ってそういうことだと。まあ電車の中で関心がなくて怒ってる人もいると。電車遅れて、とにかくいいからホームに出ろって怒ってるおじさんも端っこにいるのかもしれないですけども、だけどそのおじさんがなぜその電車に乗り合わせてしまったのかって問題ですね。そのなんかブツブツ端っこで外でやれバカとか言ってるなんか不愉快な親父がいたとしても、その親父もなぜか電車に乗ってるわけですね。で乗ってる以上は一般医師の指導のもとにあると。多数決っていうのは参加しなくても多数決だと。多数決で参加しないんだったら多数決で決められたことに従うってことですね。電車の中でじゃあここの場で産みますって言って、まあみんながまあ協力したわけですね。協力した中ではもう一般医師の指導のもと生まれるってことになったわけですよ。で端っこでブツブツ言ってて、なんかもう2000人足止め食らったから、この人のとこの人の赤ちゃんがなんか賠償金払えとか、なんかすげえつまんねえこと言う親父がいるとしますよ。でもそういう親父が法律的に正しいことをブツブツつぶやいたとしても、一般医師にそぐわなきゃ無視されるってことですよ。いう話になんですね。ということですよ。それが一般意志ってやつなんですね。だから赤ちゃんとそのお母さんと元看護助手と、それを手伝ってね、バスタオル抱えてた女性たちとか、看護助手さんのね息子の4歳の息子とか、みんなの中に一般意志が働いて、じゃあこの場で出産しましょうと、電車なんか止めていいでしょうと、いうことは、まあ、みんなの中で共有されたってことですよ。こういうのは政治の根本原理っていうか、政治の根本原理っていうか、ルソーはそうやって見たってことですね。俺は一般意志だと。日本で言うと神様の意志でそこに立ち会ったって、神って言っちゃうんですね、その偶然のことをね。で偶然を全部神のせいにしていいのかって問題ですよね。塩暮らしとかね、真剣政治だったらもう全部神のおかげなんですよ。アッラーのおかげみたいな、今のイランみたいな感じですね。だけどデモクラシーだと、デモクラシーってのは何に対立してるかっていうと、真剣政治ですね。塩暮らしに対立してるっていうんですね。これは小室直樹先生が言ってたし、まあ、丸山正夫さんも言ってますけれども、デモクラシーだと神の意思じゃなくて一般意思を持ち出すと、みんなの中でたまたま電車に乗り合わせたのが一般意思だと。だから赤ちゃんをこの場でみんなで協力して取り上げてね、あげるんだって話になってくるということですよ。で端っこでブツブツ言ってるなんか不機嫌な人たちっていうのは、まあそれはもうその人たちはまあ特殊意思っていうか、自分のこと言いたいこと言いますよ。俺は電車が遅れたせいでなんかね、大事な商談に遅れたんだとか、授業に遅れたとか、なんかブツブツ言ってるやつはいるかもしれないですけども。この人たちはやっぱり一般医師の指導のもとに、まあ、強制されるってことですね。共同体の一員だったら、まあ、文句を言う権利あるけども、生まれた
方のみんなの協力の方に、もちろんは、まあ、デモクラシーっていうか、まあ、みんなの意思だってことですね。特殊意思より一般意思の方が優先されるってことですよ。少子化は嘆いても子供の泣き声は聞きたがらない世の中ですね。まあでも実際にそうなのかね、わかんないんですよね。ネットの中だとなんかそのブツブツ言う人たちの声が拡大して聞こえますけど、まあ そこまで薄情なのかって。も都市部に住む人はね、そのなんかだんだんその、人に関心がなくなっていくっていうかね、隣で叫び声が聞こえたって、こう我関せずで通り過ぎていくんでしょうけども、まあになっちゃってるってことですね。地球全体がそうなってるかっていうと、そうでもないですからね。そういうところはあると思いますけど。 そっか、私ね、コラテラルっていう映画見たんですよ、途中まで。これは BS でやってて、たまたま見たんですけども、たまたまっていうか、まあ面白そうだから見たんですけども、まあどういう話かっていうと、なんかトム・クルーズが主演なんですけど、まあタクシーに乗るんですよ、ロサンゼルスでね。で、そのたまたま乗ったタクシーの運転手さんが、まあそのトム・クルーズがなんか殺し屋なんですよ。で、どん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 なんか人殺ししていくと、それに連れ回されるんですね。で、自分も逃げられないから共犯状態になっていくっていう話だったんですけども、まあ結局ロサンゼルスなんか、まあ、孤独な街だと。みんな一生懸命働いてるけどね、みんな隣で叫んでようが無視してさーっと行っちゃうと。で、その運転手さんもね、タクシーに手縛り付けられてね、その間になんかトム・クルーズがその、なんか人殺しに行っちゃうんですね。で、助けてくれって言ってクラクション鳴らして、助けてくれって言って叫んだら、近寄ってきてくれた人にね、拳銃突きつけられて財布出せって言われてね、お金取られちゃってね、もうしょうもないことが描かれてたんですけども、まあだから助けを呼んだら逆にね、強盗に遭っちゃってね、全然助けてくれないみたいな、そういう街だみたいな風に描かれてて、いや恐ろしいなと思って、まあ1300万人も住んでるけどみんな無関心だと、お互いに知らない人同士だと。まあ、三四郎のね、冒頭の方にも出てきますよね。聞く人形手に行ってね、物乞いがいても、なんか、ここでもらいが少ないから山の上に行った方がいいとかね、迷子の女の子がいても、みんな助けないわけですね。で、巡査が来るからほっとこうって言って、さって行っちゃうと。で、三四郎はショック受けるわけですね。田舎から出てきても、何でも助けてあげたいと思っちゃうんですけど、みんな薄情にね、広田先生とか野々宮さんとか、峰子とかさって行っちゃうから。初めてこう、都会の生活はこういうもんなんだと、困ってる人がいても助けないんだと、巡査とかに任せてスタッフが行っちゃうんだと思って、まあショック受けるっていうのは書いてありましたね。まあだけど、まあね、まあ少なが助けてくれる人もいるってことですよね。この電車の中でね、お産手伝ってくれた人みたいにね。まあそんな話かなと思いました。まあそんな話、まあ助けてくれる人もいると、助けてくれる人もいて、まあストレイシープってはね、三四郎じゃないですけど、迷える子羊、ストレイシープで、みんな一生懸命助けてくれって言っても誰も来てくれないっていう状態もあるし、助けてくれって言ってるやつが騙す目的で同情を誘ってる場合もあるし、まあいろいろなことが、まあ人がたくさんいるとそういうことは、素朴に人を信じられなくなってくるっていうかね、常に疑ってないと自分が騙されちゃうから、みたいなことはありますけども。まあそういう状態を踏まえた上で、まあルソーとか一般意思っていうのを考えたってことですね。たまたま居合わせた中に、たまたま居合わせた偶然っていうのはもう、神が作った偶然じゃないと。それはみんな一人一人の意思が働いて、その場に電車の中で産気ついて取り出すというのは一般意思が働いてんだっていうのが社会契約論ですね。その一般意思が、まあ国家の元になってると。だから電車の中で産気ついてみんなで手伝って産んで育てていきましょうと、その電車自体を国家として見りゃいいってことですね。その国家、
他は、まあ、赤ちゃん産むためだったら電車止めるし、みんな乗客も協力すると。そういう話なんじゃないですかね。だからまあ女性車両の問題ってありますけど、なんで女性車両が問題になるのかっていうと、女性車両って言って女性だけ座る、いていいですよっていう空間を作ってしまうと、まあ、一般意思と対立するんでしょうね。時間的にね、そのラッシュの時間だけ、2時間だけ女性専用車両にしてます、この車両はっていうのは、まあ、いつもなんかその問題になるのは、なんかその、まあ、優先席って形であるケースはね、その車内にあるけど、車両だけ痴漢防止のために、その公共の交通機関に女性だけ乗れますっていうのを作ると、まあそれが政治的な問題になるってことですよね。その一般意思から言ってどうなんだと、女性だけ乗って、それは痴漢があるからいけないんだとはなるけれども、公共ってものが何なのかって問題 なってきちゃうと、それもしかしてですよ なんか割増料金払えばそこに乗れるとかいう話も、その新幹線とかだったらグリーン車があってもいいんですけども、割増料金で差をつけるっていうのも公共交通機関じゃやっぱそれはどうなんだって話に、まあ、なっていくってことですね。まあだから今のそのポリティカルコレクトネスっていうのもそこが問題になってるんですよね。まあアファーマティブアクションとかでも、国家っていうのは一部の人だけがこれ差別されてるから、まあそれ権利の平等を実現するために特例を作ると。でもその特例の部分が一般意思と折り合わなくなってくると、みんな社会が今度分裂していくっていうことは折り兼ねないですね。権利の平等をみんなで言ってたら、権利の平等を訴えること自体で社会が分裂していくっていう可能性があるわけですね。これがね、やっぱ今一番問題になってますよね。民主党から共和党に、オバマからトランプになってね。だから電車の中で子供産んで、その良くないっていう人たちもいるわけですよ、一部ね。ということですね。その問題と、そのアファーマティブアクションとか、まあいろいろな女性専用車両とか、似てる話なんですね。その電車ってものを国家として見るとね、なんかその、問題が見えてくるとは、ありますね。カントの言ってる道徳刑事上が言論の話もしましたけれども、電車の中で一番いいのはずっと立ってることだと いうふうに、電車の中の話にして私解説したんですけども、一番道徳的な行為っていうのは席を譲ることじゃないの、電車の中で立ってることだと 譲る譲らないの問題であれば、道徳的な問題っていうのは必ずその電車の中とか国家の中とか、ある共同体の中で、何が道徳的に善なのか悪なのかっていう問題が常に、問われてくると。まあね、この前やったら楢山牛久、おりんが楢山回りに行くのと行かないのと、行かないで松屋の子供を裏山に捨てていいのかって問題ですね。どっちなんだと。電車の中の座席が決まってるから、おりんは降りなきゃいけないわけですね。楢山回りに行くという形で降りると。その代わり松屋の子供が生まれるから、新しい乗客として迎えるっていうことを、話の中でやってると、座席が決まっちゃってるんですね。まあ、食料が足りないということで座席が決まってると、立ってるわけにもいかないと、立ってる人もいっぱいだみたいな感じになっちゃうと、じゃ降りなきゃいけないって話になってことですね。で、何を理由に持って降りるのかって話にね、なってくると。心理的に誰かが行動するだろうと人任せにしますからね。まあそうですよね。まあ、だんだんね、まあそれをなんかこう、様々な問題は結局行政任せにするってことになってきますよね。なんか自分たちの問題として捉えないと、税金払ってるからそこであとはもう何とかしてくださいって行政に丸投げ、するっていうことでね、その社会保障とか福祉の問題とかちょっとやっちゃってますよね。自分たちの問題として引き受けるなら、まあ、少子化の問題も介護の問題も、本当は自分たちで電車に乗ってるにっていう自覚があるんなら、
まあ、一般意志と、日本では一般意志って言わないですけど、まあ、革命が起きれば一般意志って言いますけど、まあ、日本だと神の意志、神の意志だったら共同体の持続のために電車の中でどう振る舞うんだって問題が やっぱり問題になってきますね。と思いますけども、でも心の中身の話だからね、開けてみないとやっぱみんな、そうだそう、コラテラルに書いてあったのは、電車の中にホームで人が倒れてたって言うんですね。で、6時間気づかなかったって、誰も死んでたんだけど、ロサンゼルスってのは6時間人が死んで倒れてても気づかない街だって言ってましたね、映画の中で。そりゃそうだなと思って。行き倒れてて死んでても誰も救急車も呼ばないし、通り過ぎていくってことが、まあ都市部で起こっちゃうってことですね。あ、山田さん、こんばんは。人権闘争の帰結が少子化ですからね、行政が介入して無理やり改善させるのは時代の流れに逆らうものかと思います。自利品の中でゆっくり沈むしかないです。そうですね。あ、じゃあ今日ちょっと、一応ね、読み上げたい文章を、用意してきたんで、その話、まあこの前ね、サンフランシスコ体制の話したら結構、好評だったんで、まあその続きの話として、まあ市民社会って言葉があるんですね。だからその電車の中が市民社会だっていう意識あるのかどうかって問題がやっぱりあると。我々は無関心にして通り過ぎて行政に丸投げするっていうのは市民のあり方としてどうなのかって問題がやっぱりある。市民としての自覚っていうのはあると思うんですね。で、そのことをちょっと、まあ、日本の歴史の26巻の蘇る日本っていうところのね、ところからちょっと書いてあったんで、まあこれを叩き台にちょっと最後話を進めていきたいんですけども、これ200、私のだと263ページ、大衆社会と大衆運動っていうのがあるんですけども、読み上げていきます。圧力団体と市民団体。一般的に言って大衆社会には多元的社会と全体主義社会との2つの異なれる社会のいずれかに発展していく基軸がある。それは大衆社会には多くの利益集団が発生し存在していて、政治権力に圧力をかけ政策決定に影響を与えようとして行動するからである。もちろん戦前においてもこうした圧力団体は数多く存在していた。しかし結社の自由が認められ 競争的自由経済の進展した戦後の日本に無数の利益集団が圧力団体として発生したのは当然のことである。企業者、経営者団体、あ、企業者及び経営者団体、労働組合、旧地主、引き上げ者、旧軍人などの団体、医師会、各種技術者団体、婦人団体などの諸団体が、自己の利害に関する諸問題、特に法律規制の制定、助成金の付与及び重要な政策決定に対して経済的または大衆的圧力をかける行動が戦後は常時不断のこととなった。いわゆる圧力団体の行動、特に大衆行動が日本の政治過程には顕著な現象となったということですね。人権闘争っていうのは日本であったのかどうかですよ。実は人権闘争なんかないですよ、日本に 言ってみれば。この話をすれば分かってもらえると思うんですけど、まあ、戦後は、まあ、ロビー団体ですね。アメリカではね、アメリカだとそのユダヤ人の、まあ、労働組合とかユダヤ人の権利とかね、黒人の権利とか、まあ、ラティーノ、ヒスパニックの権利とか、まあ、権利団体ありますよね。それがその民主党、共和党にそれぞれ、まあ、そのワシントンにロビー活動するわけですね。まあ、だから、例えばこの前、テルアビブから、何でしたっけ、アメリカ大使館に移転するって話ありましたね、トランプがね。エルサレムにね。あれだってイスラエルのロビー団体がずっと訴えてたこと、ただまあ法律ではもう90年代に可決されてたけど、まあずっと延期してたわけですね。それをトランプがやっちゃった、実行しちゃったってことですね。で、あれはイスラエルのロビー団体っていうのはアメリカの政治にすごい影響力を及ぼしてるわけですよ。だってトランプのね、義理の、まあ、婿さんですね。ジャレット・クシュナーって人は、まあ、ユダヤ教のロビー団体に深くかかってる人なわけですね。その支援がなきゃトランプだって大統領になってないんですから。で、利益集団、圧力集団っていうのがあると。それはその政治権力に圧力をかけると。時の政権に
圧力かけてると。で日本の場合は、まあ、経団連とか連合とかですよ、経団連が経営者団体で連合が労働組合ですよ。あとはまあ旧地主引き上げ者、旧軍人、まあ遺族会、日本遺族会、まあ今はそんなに大きくないですけど、まああの日本会議とかやつですねまあ昔では遺族会ってやつですね。あとは医師会ですね。医師会っていうのも大きな団体ですし、まあ、あと各種技術者団体、婦人団体、まあ、業界団体っていうのがあるわけですね。で、そういうのは自己の利益に関する諸問題を、まあ、法律の制定とかに関して、まあ、補助金の支給とかに関して、まあ、圧力を加えると。まあ、圧力を加えるっていうか、まあ、選挙においてはその組織票っていうのがありますよね。まあ、今そんなだいぶ組織票なんかなくなってるらしいんですけども、まあ、どっちかというと不動票の方が多いんですけど、不動票の人たちはなんか特別な自分たちに利害の及ぶテーマがないと選挙に行かないわけですね。だから前回の選挙はなんで 53% っていうね、投票率なのかっていうと具体的に自分たちに関わってくるテーマが一個もないからですね。だから投票率下がっちゃうわけですよね。だから消費税上げるか上げないかとかそういう問題を争点にすれば投票率もうちょっと上がるでしょうけども、実際に自分たちの生活にかからないところでなんかその北朝鮮の脅威がとか言って解散して選挙やってましたけども、これだとやっぱり投票率上がんないわけですよね。だって問題点になるとかないんですからね。でさらにその加憲とかね、憲法改正についても大きくは言わなかったわけですね。そうなると下がっちゃいますよ。で利益団体っていうのは、まあ自分たちの利益、まあこの前もね、その、医師会がそのねじ込んでね、その、何ていうんですか、診療報酬みたいなの下がんない、上がったんですよね、逆にね。ああいう形で、その利益団体が政治に力を及ぼすっていうのは、これはありますよ。で、続きですね、歴史の発展という視点から見て、問題はこれら利益集団の圧力行動が、議会主義を確立し安定せしめる方向にあるか、あるいはその崩壊に導く全体主義の方向にあるかということである。還元すれば各利益集団が自律的に私的利益を追求し、その行動が、国家公共の利益と調和を図る方向にあるか、それともその圧力行動がイデオロギー集団に操られ保守革新の政党対立を激化せしめ議会の機能麻痺をもたらし全体主義にとって駆られてしまう方向にあるかということであるということです。その利益団体があることがいいんですけども、この利益団体の圧力行動ですね、ロビー活動が議会民主制ってことですね。その民主主義、議会で話し合ってね、国の最高機関である国会の機能をどんどん安定してしめて話し合いで決めるって方向に行くか、それともそんな話し合いで決めるのめんどくせえから国会なんか軽視して、まあ、全体主義的になるかって問題が歴史の発展からするとあると。で日本の場合は今全体主義的になってますよ。それはなぜかっていうと、だって政府が賃上げを言うんですよ。本当は連合とか労働組合が賃上げを経団連に言ってかなきゃいけないのに、政府主導で経営者団体に 3% 賃上げしろと。その 3% の中身っていうのは総額 3% なんだかね、ベースアップ、その月々の何ですか、まあ昇給率が上がるとか、まあ月々のその基本給が上がるのかっていう部分で分かれるんですけども、総額で上がったってしょうがないわけですよ。ボーナスで含めて 3% はなんか上がったって意味ないんですね。なぜかっていうと、ボーナスなんていつでも削れるからですよ。基本給の部分で昇給率が上がんなきゃいけないですね。で連合とかっていうのは必ずベースアップっていうことで、まあその何ですか、月々もらう基本給のアップですよね。その手当とか賞与とかなんかそんなもん上がったって、そんなもん景気が良ければ上がったり下げたりお手盛りでできるんですから、その最低賃金の部分ですね、上げてけっていうとそうなってんですね。だけど今政府が主導で 3% 上げるから連合なんか何やってんだって話ですよ。で、まあ連合もその経団連にはね、5% だとか 4% だとか言うわけですよ一応ね、政府より高く言わなきゃいけないから。でも 4% だって政府より高く言ってます我々はって言って、ただ労働者に言い訳してるみたいなことやって、なんか実現しないようなこと言ってですよ、やってると。でそれをもっと言うんで、まあコーポラティズムっていうわけですね。だから政府と経営者団体と労働、まあ労働組合が
もう癒着し合ってると。全然激しい対立なんかしないわけですよ。闘争っていう意味では、その人権闘争っていうのはそういうところからありますよ。労働組合が本気で政権取りに行くってことですよ。で、日本は前回もお話しした通り、自民党と社会党の55年体制っていうのは、社会党なんか一度も本気で政権取りに行ってないわけです。それは田中角栄さんが言ってる通りですよ。で、そこに人権闘争なんかなかったんですよ。本当、あるようなふりをしてるだけだったって話ですよ。そうすると、全般的に全体主義とか権威主義とか、いう形に落ち込んでいくってことを、これ、牢山正道先生は書いてるんですね。で、今やってるのは、まあ、個々の利益団体が、まあ、政権と癒着して、それはもう労働組合も含めてですよ。ある種の全体主義的な雰囲気になっちゃってると。で、本当に自分たちの権利を主張しなきゃいけない人たちは、まあ、選挙に行かないという状況が、まあ、できてしまってると。で、保守と革新、まあ、リベラルと保守の対立っていうのも、もうほとんどやらせみたいになってると。対立してるようでいて、全然裏で手結んでるようなことをやってるから、議会が機能麻痺してると。だって、政権交代の見込みが全然ないのに選挙やってですよ。で、結局 希望の党だって言って、民進と合流して、で、分裂するんですよ。で、分裂して選挙するようなことやって、で、これで国会開会だって言ったって、あと議会の機能麻痺ですよ。で、粛々と自公政権がやりたいことを進めていくだけの話であって、まあ、この状態、野党が何反対したって、もう少ないんですから。で、野党同士で足引っ張り合ってるから、まあ、結果的に全体主義的になってるってことですね。で、こういうことが、まあ、起こってしまってるということですね。日本は人権闘争に西洋文化を取り入れる過程で、人権闘争の果実を手にしてきた歴史があると思いますが、やはり問題の本質は同じかと思います。人権闘争を取り入れたのは、ポツダム宣言を受け入れてからですよ。それまでデモクラシーとか基本的人権の尊重っていうのはなかったわけですね。日本は人権闘争をしたわけじゃないんですよ。押し付け憲法の中で人権を急に もらったってことですよ。で、それ以前ありますよ。大正デモクラシーとかね、自由民権運動とか大正デモクラシーとか。でも、一度戦争体制で、翼賛体制になると、基本的人権もデモクラシーも、もうすごい勢いで制限されていったと。それはだって、大日本帝国憲法自体が人権とかデモクラシーっていうのに強い制限を、ね、かけてたからですね。法律によるっていうことですね。法律によると、その時の法律によるっていうことで、第三権はこれを犯してはならないって、今のね、憲法29条だったら書いてありますけども、大日本帝国憲法の時は、まあ、その時の法律によって制限されるっていうふうに書かれてるわけですね。ということは、まあ、人権闘争がないままに、戦後そのポツダム宣言を受け入れて、デモクラシーとは、基本的人権を尊重する形でないと、まあ、無条件降伏しろって、そういうことですよ。無条件に降伏するってことは、オタクんとこは基本的人権とかデモクラシーがないから、そういう体制を確立するまで占領するって、一方的に通告してきたわけですよ。で、そんな嫌だって言ってたら、原爆落とされてソ連まで攻めてきちゃったっていうことで、まあ、受諾したわけですね。で、無条件降伏したんで、その無条件降伏の中から、人権の基礎が急に天から降ってきたみたいな感じなんですよ。で、その後、個別に闘争はしてますけども、どっちかというと、人権闘争の果実を自分たちで手にしてきたっていうのは まあ、それは日本人はそう思うかもしれないですけど、フランス人とかアメリカ人、ね、公民権運動とかね、アメリカの、で、フランス人はフランス革命とかからに比べるとですよ、それはまあ、本当にそうかっていう話ですね。まあ、ドイツだってやってないですけどね、こんなのね。アメとムチって言って、ビスマルクが、まあ、人権を保障しながら、ムチの部分も与えていくみたいな。労働者のね、人権を保護しながらも、労働組合を規制していくっていうことやってますから。日本はどっちかといったら、そっちに、プロイセン型、ドイツ型のに近いんで、自由とか人権のために、デモクラシーで戦ったっていうのは、まあ、全くないとは言えないんですけども、そういう流れがないから、全体主義的に、どうしてもなってしまうということですね。と思います。すいません、誤字です。人権闘争を取り入れたというわけでなく、濡れ手に粟で果実を得たとはいえ、少子化問題の本質は変わりないと思いますと表記したつもりでした。
なるほど。まあ、ちょっと少子化問題の話はちょっとまた別なんで、で、ちょっとこの話だけ先に進めちゃいますね。で、続きです。もし日本の大衆社会にアメリカのような多元的社会としての基軸、すなわち多くの市民団体の成立によって市民意識が成長していくならば、全体主義への心配はない。しかし日本の利益集団の間には調和しがたいイデオロギー的な対立が多いのみならず、一般国民も未だ自律的な市民意識を培養していない。ただ単なる消費者大衆として存在しているに過ぎない。そこには幾多の社会的構造的要因がある。まあ、日本の利益集団、まあ、野党の間では調和しがたいイデオロギー的対立ありますよ。野党でまとまればいいのに、野党共闘だって言って共産党まで入れるのは嫌だっていう人たちはもういるわけですね。でも共産党も野党共闘で入れないと多分選挙は勝てないですよ。と共産党の候補を下げてもらわなきゃね、他の野党は。自民党と一騎打ちにしないと。前回の選挙はそうなってなかったんですね。希望の党のところに共産党がみんな候補立てるから、希望の党が思ったより勝たなかったわけですね。だから野党の利益集団の方にイデオロギー的な対立があるから、まあ、自公政権はだって自民党の候補が出てりゃ公明党の候補を下げてるんですから。で、選挙やった上でどっちがその合理的にやってるかっていうと、政権側の方が、自公政権の方が圧倒的にやってるんで、まあ、結果的に勝っちゃうわけですね。で、投票率が下がれば。で、そういう形で、まあ、なんていうか、日本の利益集団っていうのはお互い、まあ、打ち毛羽し合って、で、野党は、まあ、結構打ち毛羽体質っていうか、まとまらないということですね。で、さらに一般国民も自律的な市民意識を培養してないと、単なる消費者としているだけで、自分の権利を主張していくっていう意識がないってことですね。政治意識が低いってことですね。で、それはなぜかって、これ第1、第2、第3って書いてありますので、読み上げていきますと、第1に大衆の行動様式には民主化の波にもかかわらず残存している戦前の伝統的制度に制約されているものがある。近代化を叫ばれている政党自身に対する民衆の態度、例えば後援会組織のごときはそれである。未だ市民としての自覚に立って積極的に政党を選択するまでに至ってない多くの選挙民がいるってことですね。一つはまだ伝統的、戦前の伝統的な制度、まあ、後援会、自民党の後援会の方がなんだかんだ言ったって、野党の後援会よりは、まあしっかりして、まあ、今でも公募で出てきた人たちは2回なかなか勝たないですね。公募で出てきてる人たち、後援会作れないっていう自民党の人たちもありますけども、まあ基本的にはその市議会から県議会までみんな自民党会派があって、そこら辺で地元で票をまとめて、オラが村の自民党代議士、まあ当選させてるっていうところはありますよね。それはもう当選6回以上大臣になるような人たちの選挙区っていうのはもう後援会がすごい強いわけですね。でも市議会議員から県議会議員に至るまでちゃんとなんか組織立ってるわけですよね。で、そういう伝統的な制度で選挙やってるとやっぱりそれなりに勝っちゃうってことですね。まあそういうのが強いってことですね。で、市民が自覚を持って積極的に政党を選択するってよりも、自分の会社の社長がですよ、この党で入れてくれって言って頭下げられる従業員もまあしょうがねえかと。いう形で、入れざるを得ないっていうか、入れざるを得ないってことはないんですよ。そんな露骨にやってるケースもあるかないか分かんないんですけども、まあ、職場単位でね、なんか候補者、政党の人は挨拶しに来てですよ、なんか握手とかしちゃえば、なんかその人入れちゃうとか、だってその人しか知らないからその人入れちゃうとか、まあ、おごりかねないってことですね。そういう意味で、一人一人のに市民がですよ、積極的に自分でマニフェストだが、政策考慮とか見て、政党を選ぶなんてことをしてないと、あとはマスコミの情報を見てですよ、投票に行っちゃってるってことはあるってことですね。で、だからそれが、その大衆の行動様式は民主化の波にもかかわらず残存している戦前の伝統的制度に制約されてるって、そのことですね。という状況があるってことですね。で、第2に、その反対に、労働組合などが反体制運動に指導され操られて、その経済的、社会的利益を超えた戦争か平和かというような広範な問題に、
感情的にデモや組織行動に駆り立たれている。そこには職域やイデオロギーを超えた市民としての意識は未だに極めて希薄であると。まあ労働組合とか反体制運動っていうのをやる人たちはなぜかもうすごいでかい問題を話すと、戦争か平和かみたいな話をしだして、戦争反対安倍はやめろってね、国会にデモ行くようなかなり大きな問題ばかりやっちゃうと。で感情的にデモや組織行動に駆り立たれて行く人はいるんだけども、まあ、その個々の市民としての意識の中でその政治活動するっていうか政治意識があるんじゃなくて、なんていうかその社会的経済的な自分の利益っていうものに立脚しない、戦争は嫌だとかいうデモは、まあ、みんな行くわけですよ。でそれはそういうことやってること自体が市民としての意識が希薄だってこれ言ってんですね、これ牢山先生は。それは2015年の夏の国会前デモとかも結局あれが継続的な運動にならないっていうのは、いつでも労働組合とか反体制運動っていうのはまあ誰か一部の人が指導して、まあ、なんかやるわけですよ。やるけど何も残んないと。何も残んないってことはないでしょうけどある種残ってるんですけども、それがその政治意識の覚醒とかに結びついてないってことですね。職域やイデオロギーを超えた市民としての意識はないと。まあ一部の人はイデオロギーとか、まあある人たちが主導してるのかもしれないですけども、まあ職域組合とかですよ。で結局、まあ野党共闘だって言って持っていったところが前回の選挙でね、もう野党共闘もやめちゃって、でまあみんなで、まあ結局勝てないってことですね。今度なっちゃったってことですね。で続きです。第3は、したがって重要な国家の内外政策において容易に国民的合意が見出されない。それは国民大衆が市民的な政治参加者ではなくて単なる局外者であり、いわ傍観者たるに過ぎないからであるということですね。国家の内外的な政策決定において国民的合意ができないということですね。で国民はいつも傍観者として局外者としているだけで、まあ、だそれは単なる権威主義的になって、まあ、まあただ黙ってるだけだと。黙ってまあ大体黙ってまあ選挙に行かないってそういうことですよ。選挙に行かないってのは傍観者でいるってことですよ。誰か一部の人が決めたことでまあしょうがねえかということになっていくってことですね。で続きです。こうして表面的に中立的な立場を取っている官僚的エリートが保守政権と癒着していつまでも政権の中心に存在している。大衆行動はこの権力構造の基礎にほとんど影響を持たないと言ってよい。こんなことも1960年代70年代ぐらいに書いちゃってるわけですね。でも今もその通りですよ。結局官僚と保守政権がまあ癒着して、まあ、労働組合も、まあ、政権も取りに行かず、でそれで政治が進んでいくと、政権の中心にいて、なんだかよくわかんない二重思考みたいなこと言われて安全保障は大切です、戦争は平和なり、無知は力なりね、自由は霊獣なりみたいなこと言われて、まあ、よくわかんないままに大衆の行動政治意識っていうのは何の政治的な影響力を持たないで、選挙にも行かないということですね。これがずっともうそのサンフランシスコ大戦の中でずっと続いているという状況が私はあると思いますけども、欧米社会では人権闘争のもたらす中産階級の没落による分断が政治問題になって揺れていますが、日本は未だに戦争法だの改憲なので揉めていますから、集会の遅れを感じますね。サンフランシスコ大戦の音声を聞いて強く感じました。そうなんですよ。やっぱりその改憲とか護憲とかって本当に大切な問題なのかっていうことですね。それも9条に関わるところ、あと高等教育の無償化が、まあ、ありますけども、まあ、高等教育の無償化は結構大切なことだと思いますけども、まあね、今奨学金で自己破産とかいっぱいいるって私もネットで読んだんで、まあ、さっさとなん無償化せざるを得ないですよね。やっていかないとだって大変な問題ですよと思いますけども、まあやっぱそのこの牢山先生が言ってんだですよ、まあ、デモクラシーというか議会制民主主義ってものをちゃんとやっていくんだったら、やっぱ一人一人が当事者だって意識をやっぱ持たなきゃいけないんですけども、持たせないようにしてますよ、それはね。マスメディアはね、パンとサーカスになっちゃってると。実際の、その、
まあ政治哲学的なこととかですよ。まあ、自分で学ぶって機会がないし、まあ学びは自覚するとこあると思うんですけども、まあなんていうかやっぱ傍観者的な立場に追いやられていく社会システムになってますよ。保守的な社会システムを全然、その新卒一括採用とかそうですよね。労働市場がないとか。まあ今ね、非正規の人増えちゃってるから、まあその人たちが政治意識に目覚めて、その自分たちの権利ね、最低賃金上げろとか、まあ、言わなきゃいけないですよね。言わないと、まあそれは幼児教育無償化とかもすぐ実現させてくれとか、ね。自分たちがその家族を養っていくために戦わなきゃいけないところはあると思うんですけども、まあなぜそうならないのかって問題ですね。なぜそうならないかっていうと、そういう声が上がらないように必死に抑えてるからですね。抑えてますよ、すごい。私はそれは感じますけどね、ずっとね。だから、まあ、なんていうか、これから起こることはですよ。まあ、自覚していく流れにはなると思いますよ。このままじゃまずいって、さすがに、まあ、まだ怒ってないんですよね、要するにね。我慢強いっていうか。とは思いますけどね。まだそのリミッターを超えてないって話ですね。で、本当にそれが怒りに変われば、これね、怒りに変わるとき何が起こるかっていうのは、結構その歴史の本読んでるわ。例えば明治維新が起こるとき、民衆は何をやったかってことですね。ええじゃないかって言ってみんな踊り出したってことですね。急にね、街中に出て。で、徳川幕府が本格的に役割を終えていくっていうときには、やっぱその無秩序が現れますからね。その無秩序のエネルギーがええじゃないかってみんなで踊り狂うとか いうことになったわけですよ。で、今の日本でええじゃないかが起こるかっていうと起こんないですよ、そんなもんね。今村翔平さんの映画にええじゃないかってなんですけどね。ネットで見れるかもしれないですから、見てほしいんですけども。まあ結局その、なんですか、トランス状態で踊りまくるみたいなことが起こると、それは今までその国家ってものは、まあ抑圧しながらもこう統治してたわけですね。でもその統治してた部分が、やっぱりそのたがが外れると、まあそのみんな踊りまくるとか、だからほらクラブで1時以降営業しちゃいけないとかあるんじゃないですか。なぜああいうことやるかっていうと、もうええじゃないか運動になると困るわけですね。安保法制のその国会前デモも、もうやっぱ当局者とある程度ガス抜きでやってるように私にはやっぱ見えましたよ。だってそんななんかよくわかんないや、具体的なこと言ってデモをされると困るわけですね。ええじゃないか運動になっちゃいますよ、おそらくね。だからまあガス抜きにみんな集まって、なんかそのラップに乗せてスプレヒコールみたいなことをやってますけど、あれぐらいだったら別にいいわけですよ。当局者とすればガス抜きになってちょうどいいって思われてる感じしますよね。バカにされてるんですよね、要するにね。それだから、政治意識がないんだから、このぐらいのことやっときゃ、まあ、だから私は村本さんとかね、ウーマンラッシュはない人が出てきてテレビでやってんのも、結局ガス抜きっていうか、まあ、そんなええじゃないか運動になってみんなで練り歩いて踊り出すとかまでならない程度のことでやってんじゃないかなってね、私思っちゃうんですけどね。で、やっぱり本当に明治維新じゃないですけど、徳川幕府、江戸幕府がですよ、やっぱ力がなくなってくると、みんなてんでバラバラにやり出しますよ、そりゃ。統治が効かなくなってきますよね。で、統治が効かないところって分かっちゃうんですね、やっぱりね。ローマ皇帝ってアウグストスって言うんですけど、アウグストスってどういう意味かっていうと、統治の及ぶところって意味なんですね。皇帝っていうのは統治の及ぶところがでかいから皇帝って言われてるだけだって。統治が及ばなくなってくれば、まあ、さまざまなとこから及ばないところに矛盾が出てくると。だから今の沖縄の基地問題であんな揉めてるのは、だんだん統治が及ばなくなってきてると。それはヨーロッパではね、カタルーニャとか、その EU がね、EU からイギリスがね、離脱するとかも、だんだんその EU ってもの自体が統治が及ばなくなってきてるから、端っこからこう、矛盾が吹き出してくると。ことになりますよね。まあアメリカもね、その南北戦争って形で南部だけ南部連合だって言って出てっちゃったんですけど、出ていかせねって言って、ね、北部が戦争したわけですね。
で、力ずくで引き戻したわけですよね。だから、なんて言うんだろう、統治機構っていうのはやっぱ権力がなくなれば、ボロ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 端から崩れていく兆候が出てきますよ。で、崩れないように引き締めやるわけですね。そうするとプーチンも沐浴するわけですよ。肌さらして、裸になって沐浴して、ね、引き締めてるわけですね。あれやんないと、離れていっちゃうんです、みんなね。で、引き締めるためには、やっぱりこの、熱湯風呂に入るっていうか 熱湯風呂って言っちゃいけないけど、裸で沐浴するとこ見せるとか、ある程度ね、やんないと、いけないってことですよ。気合見せなきゃいけないんですよ。マイナス6度の中、沐浴するんですよ。ね、大変ですよね ということじゃないですかね。と思いますけども。まあそんな話で、最初の話と最後の話がつながったんで、まあ、で、少子高齢化っていうのは、でもなんで少子高齢化が起こってるかっていうと、まあ、まあ、やっぱり永続的に社会の持続を考えてないですよね。だからとりあえずのそのサンフランシスコ大戦の中でやってて、とりあえず感がありますよね。とりあえずだって自利品で子供の出生率減ってるってのはあると思うんですよ。だって希望が持てないからですね。子供を産んだって気の毒だって話ですね。で、もしね、せっかく大学行っても奨学金背負ってなんかね、自己破産しちゃうみたいな形だと、なんかもう全然夢も何にもないですよ。こんばんは。フランス徴兵制復活の動きが気になります。なんか、でも詳しく見てみると、なんかだから一年、なんですかね、徴兵制に意味はないって、沐浴と一緒ですよ、こんな。プーチンでやってる。国民意識が分断されてくるから、徴兵制だって言って引き締めてるだけですよね。形だけ入れて別に戦争するつもりはないんだけども、まあ、内向きになってるってことですね。内向きになってるっていうか、だから統治機構が弱まってきてるから引き締めですよ。ネジ締めてんですね。で、それはどこの国もやってんですよ。で、本格的に復活するかっていうことじゃなくて、まあ、国民国家ってものを、ある程度、やっぱりね、まあ、崩壊の危機が、感じてんじゃないですか、為政者側がね。そうすると、やっぱ引き締めるっていう、手はずが必要になってきますよね。我々だって J アラート聞いて引き締められたりしてんですから、大体同じですよ。何らかプーチンが沐浴するのだって引き締めてんですから、自分の体も引き締めてるかもしれないですけど、なんか緊張感与えるっていうかね、そういうことちょこ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 やってね、実質的な効果は別に観測気球ですよね、復活の動きっていうのもね。そういうふうに民意が、まあ、どこら辺かっていうのを、見てんじゃないですかね。だって逆の立場だったら見ますよね。自分が国家元首だとかね、首相だとか総理大臣だとかなんかなったと知ってみてくださいよ。みんな言うこと聞かなくなってくるんですよ。学校の担任の先生だとして、まあ、40人学級まとめてると、で、後ろの方で騒いでるんですよ。で、こらーって言っても全然聞いてないんですよ。で、そうするとどうなるかってね、じゃあみんな沐浴するぞとかね、真冬だけどプールに入るぞってこれからって言って。先生も入るからって言って。ね、入りますよ、多分ね。みんなで。そうすればね、上がってきたらみんなブルブルね、唇とか紫色になっちゃってね、そんなもう後ろで騒がなくなりますからね。そういうことを、自分が権力者だったらやるだろうなっていう、やっぱ想像すると、なんかそんな気がしますよね。言うこと聞かなかったらもう、真冬でもプール、寒中水泳やるぞとかね、やらせますよね。おそらくね。それがやっぱり統治するってことですね。1ヶ月でした。あ、そうなんですね。1ヶ月だから、ただなんか奉仕活動みたいなことをさせるってことですね。国家の存在を意識させること以外に意味はないですよね。EU 管内でリベラルな態度を取ってるうちに、中産階級が没落して瓦解していくフランスの悪あがき。まあ、フランス人、いや、まあね、アメリカ人もそうですけど、個々に自分の国を守るって意識ありますからね。何があれば自分たちで武装して戦うっていう意識のある人たちだから、まあ日本人にもそれありますよ。竹槍で最後まで戦おうとするっていうのはね。
おそらくね。日本人ってやっぱすごい好戦的だと私は思いますから、今その好戦的な牙の部分全部抜かれちゃってますけども、アメリカ人とかフランス人とかってやっぱりね、国内戦というか内戦いっぱいやってますから、歴史上ね。日本人ってそんな内戦なんかやってないわけですよ。だって明治維新になって無血開城してるんですから。ね、江戸でですよ、何百万人も死ぬような戦やってたらですよ、もしですよ、あの場でね、もうちょっと別の国家になってたと思いますけども、やってないわけですよね。シビルウォーっていうか、シビルウォーっていうのは、だからアメリカの南北戦争っていうのはシビルウォーですよ。だから南部を叩き潰したわけですよね。それはフォークナーの熊を読んでもらえば分かると思いますけど、ね、熊狩りしてた土地自体が木材会社のものになっていっちゃうと。で、みんな死んでっちゃうわけですね。サム・ファーザーズもね。オールド・ベンもいなくなって。なんか無機質な資本主義の入った、まあ、山って森になっていっちゃうということですね。そういうことを、アメリカ人ってのは国内でやってて、まあ戦争強くなって、国内戦やると強くなるんですよ。日本だって西南戦争がなかったら日本の陸軍なんか弱かったと思いますよ。あれね、乃木マレスケとか旗取られちゃったわけですね。西南戦争、西郷どんと戦ってですよ。 ねえ、まあそれは新政府軍の方が圧倒的に軍備があるから、徴兵制でね、お百姓さんとかいきなり銃持たされてちょっと訓練して、ね、チェイチェイとか言って時限流だって飛び込んでくる薩摩の士族たちの生き残るよりは強いわけですよね。それは近代の合理主義で作った徴兵制の軍隊って強いですよ。だけどそんな中でも本気でね、白兵戦やってくる人たちに、まあ、乃木将軍は旗取られちゃってね、それが申し訳ないと思って35年も生きて、最後にね、明治天皇が亡くなった時殉死したわけですよね。でも西南戦争だ、シビルウォーですよね、日本ではね。国内戦やったから、その後日清戦争、日露戦争はかろうじて勝ったわけですよ。まあ、日清戦争は勝ちましたけど、まあ、日露戦争は賠償金取れなかったから、まあ、勝利としては弱いですけど。で、それが世代が交代してですよ、西南戦争を忘れちゃった人たちが、まあ、ね、陸軍の中心になっていくと、まあ、山縣有朋が亡くなった後、ね、世代交代した陸軍の人たちって実戦経験がないのに、なんか戦争をやりだしてね、で、引き際は分かんないから、どんどん戦線拡大して、やめられない、ポツダム宣言突きつけられるまで、戦線拡大しちゃったってことですよね。っていうのはありますけども、フランスとかアメリカっていうのは、戦争をやめるタイミングよく考えてますからね。まあ、ロシアもそうですけど、徹底的に曲げるとこまでやんないわけですよね。だって、ロシア人なんて、ナポレオンが攻めてくりゃ、モスクワ焼き払って逃げちゃうんですから。自分のところですよ。前もお話ししましたけど、勝海舟だって、ナポレオン戦争ね、ロシア遠征のこと知ってたから、江戸を全部焼いて、千葉だか茨城まで逃げようとしてたんですね。そこら勝てると思ったって、嘘かもしれないですけどね。書いてますよね、氷川聖和にね。ロシアみたいなことやろうとしたけど、でも無血開城でいいんだと思ってね、無血開城にしたんですよね。でも、もし焼き払って逃げてですよ、本気で国内戦やってたら、もうちょっとなんか、全般的に変わった国家だと思いますよ、そりゃ。そう、まあ、西南戦争もなかったかもしれないし、全く別の、もうちょっと無理やりな近代化になってたかもしれないですけどね。まあ、不平士族がずっと残っちゃうわけですね、急に。だって6っていうか給料もらえなくなる人増えるんですからね。だからそれ不満分子はずっとね、江藤新平とか西郷隆盛とかね、担ぎ上げて最後まで戦っちゃったんですからね。個人的にはフランスは常に最先端の国であってほしいですが、まあどうなんですかね。いや、今怪しいですけどね。まあ、アメリカが最先端ですよね、どう見てもね。それは思いますけど、そんなところですかね。まあ、なんていうか、まあ、最終的にはみんなで寒中水泳しましょうみたいな 話になっちゃいますけどね。まあね、西部先生の詩もそういう意味でね、寒い川に飛び込まれたのかもしれませんけども、それはよくわかんないですけど、まあ、なんていうか、まあね、どうなっていくかなんてわかんないですけど、
まあ、何かあればまた喋りたいと思いますけど、まあいろいろ事件というかね、まあ、プーチンの沐浴に始まってフランスの徴兵制とかね、いろいろ話ありますんで、また、まあ、紹介しながらお話ししたいと思います。あ、ピエール・ミッシェルさん、日本もフランスのような徴兵制が行われる可能性ありますか？まあ今徴兵制論者がね、たくさんいますよね。国際政治学者の三浦瑠麗さんとかね、井上達夫さんとかね。本当に軍備、なんていうか、国防軍っていうなら徴兵制にしなきゃおかしいと。なんか一部の人が日本を守るためにね、なんか公務員みたいな形でいるっていうと、それは国を守るって意識としておかしいっていうんですね。だから徴兵制にしないと国防意識なんか、それは欺瞞だってことですよね。って言ってますよね。そうじゃないと、で自衛隊だってね、志願していって、でも戦争になると思わないで入ってる人は多いんですから、まあ、実際戦争になってみればね、国内世論はそんなはずじゃなかったって話になりますよね。まあ、どうなんですかね。徴兵制って核戦争があんのに徴兵制って、だって今殺人ロボットがあるんですよ。ドローンが、無人ドローンが攻撃してくるのに、人を徴兵して戦争をやるっていう考え方自体が合理的なのかっていう問題は一つありますよ。ただ、意識の上でみんなで国を守るっていう、バケツリレーみたいなもんで、バケツリレーで消火なんかできるわけないんですけど、消防車が来なきゃね、燃え下がってる中。だから徴兵制っていうのはバケツリレーみたいな意味でやる可能性ありますよね。だからそのぐらいの意味しかないですよ。だってそこにね、殺人兵器とか言って、殺人ロボットだとかね、どんどん開発されてんのに、人間が白兵戦なんかやる可能性なんかどんどん下がってきてるわけですね。ほんで、まあ、結局、意識の上で国民国家をまとめていくために徴兵制が必要だっていうことでやる可能性はありますし、まあ、それは体制抑止なんてそういうことですね。みんな国のため、自衛権の行使のためになんか自由を制限されて課外活動をさせられるということがあれば、まあ、それは意識の上、まあ、プーチンが沐浴するからみんなも沐浴しましょうっていう意味では、まあ、やるんじゃないですか。で、それが嫌だなと、私に対する自由の侵害だっていうんなら、で、フランスはいいんですよ。だって自由、平等、友愛で生きてるんですから、自由のために徴兵制があるって、国を守るのは自分たちが自由でいるためだってことですね。ということは言えますけど、日本の場合だとそんな自由、平等、友愛とは理念国家じゃないんですから、そんなとこで徴兵制やられたって、ただ我々の自由が失われていくだけで、なんか無理やりそんな動員させられて、あれですよ、腕立て伏せとかやられてね、なんか 陰湿に軍隊でいじめられるみたいなね。まあ今のだって義務教育だってそれに近い状態になってるわけですよ、いじめとかね。そうしたら弱い者を弱い者がいじめるっていう、日本陸軍の伝統みたいなことをやりますよ。下の者がさらに下をいじめるって、松やんが達平の3歳の娘のお尻つねりながらつんぼゆすりするみたいなことをやりますよね。日本で徴兵制みたいなことやればね。まあ、島尾敏夫さんのね、魚雷艇学生っていう本で、読書会やったことあるんですけども、あ、すごいいい本なんですよ。だって特攻隊の司令官になっちゃったんですね、島尾敏夫さんで実際に。魚雷艇っていうのにぶつかっていくやつですね。で、なんか、学生でね、召集されて、いきなり180人の隊長になっちゃって、180人の特攻隊の隊長になっちゃって。でももう、すでにその、長官というか司令官といえども、その部下のことは分かんないって言うんですね。だって陸軍独自のシステムがあって、なんかよく分かんない古参兵がいて、なんか勝手にね、その 倉庫から食べ物持ってきちゃって食べてるような人がいて、まあ、その人に協力してもらわないと陸軍が動かないと。で、特殊な人間関係がもう織りなされていて、その中にいじめとかもあって、なんかそんな上の人が改善しようのないなんか組織的なものがあるって言ってますよね。で、徴兵制を復活すればそういうものは復活しますよね。なんか日本独自のなんかいじめ体質のあるような非合理的な組織を 作ってですよ、そこに無理やり1ヶ月でも1年でも入れられて、なんかね、その
自由とかそんな権利の平等とか口にすればね、鼻血出るまで殴られるとかね、そういうことですぐ これ今の部活みたいなもんです、中学の部活みたいなもんで、なんかすげえ根性だけでなんかね、グラウンド20周させられるとかね、なことやるわけですよ。やらないと言うこと聞かないから、やるってことなんじゃないですか。戦争はロボットがやっても占領は軍人がしますからね。ああ、そうですね。まあでもに、もうだって占領されて何が搾取されてるってことですね、その国民自体がね。だってね、今の日本だって搾取されてるもんです、ずっと。だってサンフランシスコ大戦の中で、まあ、ある種の従属体制になってね、日本の国父がどのぐらいアメリカに奪われてるのかどうかよく知らないですけども、でも我々が貧しいっていうのは、まあ、冷戦体制が終わってとりわけね、全然成長なんかしないのは、やっぱりどっかに我々が受け取るべき利益とかがどっかに流れてっちゃってるってことですね。それはまあ日本、丸腰の日本を防衛するって意味で駐留米軍に流れてる部分はもちろんありますけども、まあなんで貧しいのかって考えなきゃいけないですよね。一緒、みんなは、まあ、昔より働いてないわけじゃないんですよ。なんかこの政治構造の中でやっぱり国民に負担を強いるような政治構造に今なっちゃってて、でも日本人自身はそのことに関してあんまり自覚がないから、まだ我慢しきれると、我慢して平和の方がいいと思ってるわけですよね。だけど今徴兵制にしていつでもね、国防意識高めて戦争、シビリアンコントロールでもいいから戦争のできる国にするのは普通の国だって言ってる一派の人たちが出てきて、でもその人たちが言ってることは別にサンフランシスコ大戦の後の話じゃないですよ 絶対その継続と維持のためになんか加権論とか持ち出して、まあ加権論はおかしいとは言いつつも、なんか中途半端なやっぱ徴兵制にしなきゃいけないとか言ってるけども、まあ、全体的に見れば別に全体主義っていうか権威主義に差を指すようなことを言ってるなって気がしますけどね。それは三浦瑠麗さんを見ても、井上達夫さんを見ても思いますけどね。私、井上達夫さんって朝生でしか見ないけど、まあ、著作はね、2冊買いましたけど、憲法の話、読んでないですね。で、正しいことは言ってんですよ。でも、正しいこと言ってるけど、まあ、だからなんだろうなっていう。井上達夫さんの本を読むんだったら、丸山正夫の本を読んだ方がいいなと思いますよ。結局は どうでもいいやって思いますけどね。な感じですかね。それは私の個人的なね、あれですけどね。んなとこですかね。まあ、やっぱりね、身近な問題って全部つながってるっていうことをね、ご紹介できたらなと思いますけども。ピエール・ミッシェルさんはフランスの方なんですかね。フランス人の方なんですかね。日本人ですかね。今聞いておられたら教えてほしいんですけど、以前にもね、メール確かいただいたような気がするんですけども、まあ個人情報になるから ですか。まあお答えなければ別にいいですけど、まあこんなことでした。じゃあ明日はね、まあまた「源氏物語」の話でも、源氏物語の話をしながら雑談でもしようかなと思いますけども。ということでした。では皆さん遅くまで聞いていただいてありがとうございました。まあ、じゃあおやすみなさい。失礼します。